こんにちは。今回はしみけんさんに来ていただきました。ありがとうございます。お久しぶりです。実際の就活生の方に来ていただいて、でリアルな悩みをしみけんさんなりの視点で解決していただけたらなと思ってます。本日お越しいただいた馬場さん、簡単に自己紹介の方お願いします。武蔵野大学工学部建築デザイン学科から来ました、4回生の馬場健太郎と申します。長えよ長いですか。長えよ。もっとここはさ、趣味はうんこ食うことです。馬場健太郎、あだ名はチンポです。語弊が。ツッコミどころとか短くインパクトを残すっていうところが大事っていうことですよね。悩みを3つほど用意していただいたので。そうですか。はい、しみけんさんに1つずつ解決していただけたらなというふうに思っております。現在建築関係をベースに26社ほど受けさせていただきまして、現状内定はまだ1社もいただけていない状況です。デザイナーとしてこう就職を希望しているっていう状況です。どう思われますか。僕だってさ、会ってまだ3分ぐらいだけど絶対にいい人だってわかるじゃん。ありがとうございます。こんなに就職って難しいの。今はちょっと厳しいんですよね。安心してください、多分次受かりますよ。ありがとうございます。もうすでに何個かこれした方がいいよっていうところを見つけてますから。自分がやはり評価される場所にこう就活っていうものは置かれるなっていうふうに感じているんですけども、うん、もししみけんさんが仮にそういった他人に評価されるような場所にこう身を置くときにどういったことを一番意識するかっていうのをお聞きしたいです。僕自身はとても嘘をつくのが苦手なので、うん、まず自分らしくっていうところをこう変に繕わずにやろうかなっていうふうのをまず一番意識しています、うん、すごくいい好印象です。ありがとうございます。好印象なんだけど、合格点の上に行くかどうかってのはまた別問題で、一番気にしてるのは清潔感。その清潔感っていうのはもう見た目もそうだし、性格もそうだし、言葉の使い方もそうだ。まあでもそれは僕はもう清潔感あるなと。あとは話をしていて聞いたことに対してもうちゃんとした答えプラスエピソードが1個乗っかっているか、こっちとしてはその興味を引くエピソードでツッコミどころが多かったりとか、あその中でも可愛げがあるとかいじれる部分があるかっていうところは結構見ちゃうかもしれないね。で、なんで今質さんにしたの。え、こっちの写真の方が良くない。ほらこっちの方が良くない。確かに26社落ちてんだから多分この髪型失敗よ。なるほど、七三が原因だったことですか。七三も原因の一つ。七三が頑張ってる感があっちゃうから、俺はこのねパクセルカットの方がいいと思う。日焼けしたら。日焼けしたら、うん、というのは今色白いじゃん。そうですね、結構白い。もうちょっと日焼けしたら、まず日に当たると男性ホルモン出てグイグイ来るし、相手の印象が白い人よりも黒い人の方がパワーを感じるんだよ。そうです、それは確かに。日焼けしてパクセルカットして、で多分ツッコミでも来ると思う。なんでなそんな焼けてるの焼いてるのかと。スポーツは何かやってたの。スポーツは屋内ばっかりでバレーと水泳だったので。じゃあスポーツやってる人って真面目っていう印象と、あと活力あるっていうイメージを与えるから、山登りとかそういう趣味を絡めて日焼けした方がいいかも、ね、エピソードを絡めてっていうこと。そう話し方であったりとか、話の伝え方っていう部分で改善できるポイントとかってございますか。笑顔ですね。喋ってると笑顔出てくるんだけど、はい、普段から常に楽しそうだな、なんかいいことあったんですかっていう質問が来たら勝ちなんで、こっち無理やり口角上げると気分も高まってくるから。実際面接の時とか緊張して笑顔じゃなかったりするんですか。そうですね、結構笑顔がなるよね、なくなることありましたね。特にこのオンラインの中でより謎の独特の雰囲気があって、うん、技術職なので発表とかをするんですね、自分の作品の、うん、伝えるっていう一心で真面目になりすぎた結果無表情なことが多い。緊張を取るいい方法を教えましょうか。はい、ぜひ。興奮してきたっていう。よし、興奮してきたぞ、俺は興奮してきたっていう。脳って緊張してるとそれを抑えようとした時にその反発するから、じゃなくてこの緊張は興奮のこの高ぶりなんだっていうことを脳に勘違いだ。面接でよし興奮してきました、僕興奮してきましたよ多大な印象インパクトは。そうですね、インパクトという点に関してはそうですね、はい、部屋の外でもいいですしね。今とか緊張されてないですか。始まってからの方が緊張は少ないですね。僕も最初ねテレビで始めた頃にすげえ緊張してた。ディレクターに言われた言葉が第一声を大声で言ってください、そしたらその勢いのままバーンっていきますって言われたことがあってさ、しみけんさんどうぞって言われた時もガチガチだったんだけど、やいどうもー大学駅27して本線島もエブレムしみけんさんです覚えといてねとか言ったの。そしたら緊張パッと取れたから、一番最初の第一声大きく言うと脳が勘違いするから。一応言っときます。じゃあ言っていきましょう。興奮してきたー。やめなよ、女の体が全然違う。なるほど、よし興奮してきたぞよしよしやれ興奮してきた興奮してきた興
興奮してきました。よし、いいぞ。確かにこれでスッと落ちますよね。真面目なんだね、多分、ね、自分で言うのも真面目です。でも次の面接からちょっと活かしていただいて、そうですね、面接の前にそうですね、間違いないことによって笑顔であったり、うん、自然に出るかもしれないですもんね。はい、ちょっと一回出てる、よし、頑張ってくる、おー、ゴルフ主義さん、おー、やるぞ、よし、つって眼鏡曲がって、よろしくお願いします。一回やってみよう、一回やってみよう。自分の殻抜け出したいでしょ。抜け出したいですね。そうでしょ。よし、やってみよう。よし、いやちょっと自分らしさかなって思いましたね。そうか、はい、そこはまあ大事だね。今のままめっちゃ最高でした、ね、ああ、はい、僕面接官だったらもう合格って言っちゃうけどね。このやり取りでね、だここまでやり取りしたらなんか仲良くなった気持ちになる。そうですね、一個になった感じがあります、ね、うん、まとめると中心の部分で緊張をほぐすっていうところでは大声を出すっていうところ、はい、あとは清潔感に気をつけるっていうところを、はい、次の面接から気をつけていただけたらなっていうふうに思っております、うん、はい。聞かれることって大体決まってるの？決まってます、ね、そうですね。俺もこの仕事するにあたって大体集約すると30ぐらい、細かい質問でも100ないの。好きな食べ物とか、はい、今まで感銘を受けた映画とか、座右の銘、四字熟語、子供の時の思い出とか、楽しかった思い出、100個ぐらいもう質問を書いといて、そこに答えをあらかじめ作っとく、そこにワンエピソード乗っけて更新していくっていう方法を取ると、今後の人生すごい分厚いものになると思う、うん、好きな食べ物は？好きな食べ物はチャーハンです。どこのチャーハン？どこのチャーハン、あーでも自分で作るのがすごい好きなので、うん、小さい頃からちょっと料理を始めた時に初めてチャーハン作って、うんうん、だったら自分で作るチャーハンです。で、1個就職後に載ってた方が、はい、自分で作るんだってなるから、プラス1の情報を載っけてた方がいい。最近何か発見しましたか？そうですね、僕自身人に全然合わない時期が多く続いたんですけれども、意外と一人でもゲームしてれば楽しいと思ってたんですけど、人に合わなくなった瞬間に結構自分めいっちゃったというか、うん、すごい元気なくなったって家族に言われたので、うんうん、あ、人と一緒にいるの好きだったんだなっていうのは今が一番大きかったですかね、この時期。なるほど。今のも最近新しい発見ありましたかって僕聞いたでしょ。で、馬場君は理由を説明してから答えを言ったんだけど、だから面接官としては答えは結局何っていうふうになっちゃうんで、新しい発見なんですかって聞かれた時に、人と合わないことはこんなに寂しいのかと思ったことです。そこから僕は今までゲームとかすごい好きでやっててっていう風に続けた方が聞き手としては分かりやすい。結論から言うっていうことですね、はい、ということで一つ目の相談は解決されたということで、はい、続いての質問をお願いします。就職をしたらこういう力がついただろうなっていう風に思うことって、社会性じゃないですか。就職はした方がいいとか、辛いこととか理不尽なこといっぱいあるし、周りにどれだけ合わせていけるか。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。